午前3時、部長。明けやすい南の空ながら、まだ漆のような闇に包まれている。いよいよ発進の時が来た。四勇士はそれぞれ上艇に乗り移る。夕方に作った氷を赤飯の空き缶に入れて渡してあげる。末後の水ならぬ、末後の氷というわけだ。午前4時、艦は敵迫地の水道入り口、四海里の至近距離に忍び寄る。やがて発進の号令が下って、回転を小爆してあるバンドがガタンと解かれる。まず一号艇くすみ注意が発進した。だが何たることか、発進直後に海中で爆発音がし、大きな火柱が潜望鏡に捉えられた。島内爆発という泣くにも泣けぬ不測の事故である。たった今必中必殺を誓い、幹事として海底の人となった注意は、敵を眼前に捉えながら虚しく海底深く没し去ってしまったのだ。今日までの猛訓練の甲斐もなく、心中深く燃えたぎらせてきた不屈の闘志を叩きつける暇もなく、くすみ注意は散っていった。さぞ無念であったろう。私の目にも熱い悔し涙が湧いてきた。だが今はそういった悲観に暮れているわけにはいかない。2号艇伊藤少尉、3号艇久下少尉、4号艇有森上層はどうかと耳を澄ますと、2、4号艇は快調な進撃を示すスクリュー音が聞こえてくるが、久下少尉は艇内のガス漏れで発進できず、艇内で苦しんでいるのか、電話連絡も途絶えている。一刻の猶予もならない。艦長は休息浮上を命令する。波に現れている上甲板に小船校長近藤兵総長と 2,3 人の作業員が飛び出し、3号艇のハッチを開いて人事不正で倒れている少尉を担ぎ出す。この時数隻の敵哨戒艇の突進してくるのが認められた。作業急げの大声に作業員たちは転げ込むようにして少尉を司令塔に運び入れ、ハッチを手練の早業で閉ざす。次の瞬間ベントが開かれ、艦は急速潜航に入った。と潜航とほとんど同時ぐらいに頭上を哨戒艇のスクリュー音が突っ走っていった。まさに生と死は紙一重の差であった。久下少尉は直ちに士官室に運ばれ、軍医長の応急処置を受ける。こうした間にも敵哨戒艇は頭上を何回となく往復し、スクリュー音を響かせて執念深く捜索を続ける。艦の深度は約100メートル。司令塔から爆雷防御の命令が下って、今来るか今来るかと全員生きた心地がしない。しかし敵はなぜか積極的な攻撃をかけてこようとはしなかった。おそらく彼らはくすみ艇の火柱を視認したであろうが、我々がこれほど近くまで潜入しているとは思っていなかったようだし、収拾狼狽のあまり電探操作も満足に行わなかったのではないかとも考えられる。艦長は艦を右に左に操作して敵の水中探知機を巧みにかわしているが、全く心臓が凍りつくような緊張の連続だ。このため残念ながら伊藤艇、有森艇の戦果を潜望鏡で確認することはできなかったが、私たちは遠距離に鈍い爆音を2つ、伊藤、有森、両勇士懺悔の瞬間を明らかにこの耳で捉えた。久下少尉は午前9時頃、軍医長らの必死の看護でやっと意識を取り戻したが、まだ朦朧たる意識の底から、一人おめおめ戻ることはできません、どうか早く発進させてくださいと男泣きに泣きながら訴え続けた。その悔しさは痛いほど私たちにわかるのだが、何しろ
頭上の敵はシュッシュッシュッとスクリュー音を響かせながら根気よく捜索を続けている。今は任の一手だが、爆雷防御で防水扉が固く閉められているため、室内温度はぐんぐん上がって40度はとうに超えている。毛穴が一本一本開いて、湯を浴びたように汗が全身を滴り流れる。手でこすると赤がポロポロ丸くなってこぼれ落ちるほどだ。朝食は突入前に終えていたが、昼食は各室に配られた乾パンを水で喉に流し込むといった状態だった。だがさすがの敵もついに諦めたのか、午後2時ごろスクリュー音は消え去り、皆生き返った面持ちになる。日没を待って浮上することになったが、午後4時ごろ館内の空気は全く汚れ切って、炭酸ガスが上昇、全員目が血走り、頭が割れるような痛みを覚えてくる。しかし清浄機はかけられない。敵にその音を探知される危険性があるばかりではなく、清浄機の運転によってますます館内の温度が上がってくるからだ。ここが辛抱のしどころと皆肩で息しながら最後の頑張りを続ける。各室に配られた空気清浄管を音のしないように開き、中の火星ソーダを室内にばらまいたが、みるみるうちに溶け出してしまう。待ちに待った日没が来た。が、艦長は大事をとってなかなか浮上命令を出さない。乗員の耐久力はすでに限界を超えている。午後9時ごろになってやっと浮上命令が降りた。しかし艦内の気圧が上がっているので、浮上してもすぐ環境ハッチは開けない。風圧で人間が飛ばされるからである。メインタンクブローの号令がかかり、タンクに空気の流れる音が聞こえてくる。後天通風筒が徐々に開かれてくるが、空気の流れていく音はゴーゴーとものすごいばかりだ。かくして潜航後室に18時間ぶりで、やっと艦は外界に浮かび出たが、この時ほど時間の経過が長く感じられたことはない。我が生涯の最も長い一日であった。この頃には公家少尉も全く元気を回復していたが、心ならずも戦友たちに死に遅れた無念さに身の置き場もないといったありさまで、それを慰め励ますのに私たちは苦労した。おそらく心中深く再度の出撃を期していたのであろうが、少尉はすでに往路の快活さを失い、沈鬱な面持ちで一人士官室に閉じこもることが多くなった。13日午前5時ごろ、コッソル水道からかなり遠ざかったところで公家少尉の3号艇を捨てることになった。火薬約2トンの素を極まる代物である。もし敵哨戒艇に遭遇して爆雷を投射され誘爆でも起こしたら一巻の終わりだ。艦は静かに潜航して艇を固縛してあるバンドを解いた。ゴトンゴトンと減速を滑り落ちる音がして、3号艇は南海の底深く沈んでいった。公家少尉がこの音をどう聞いていたか、私はさすがに彼の顔を見るに忍びなかった。艦は昼間潜航、夜間水上航走を重ね一路母港を目指したが、17、8日頃初めて攻撃の成果を大本営第6艦隊その他に打電した。後に分かったことだが、艦がそれまで無線を出さなかったため部内では B53 戦もついに撃沈されたかという悲観論が飛んでいたそうだ。だが敵地で無線など出そうものならたちまち敵に位置を探知されてどえらいことになる。その意味からすると豊増艦長の判断は優れていたと言うべきだ。
第53選はこのような官庁の公式のもと、1月26日、無事呉に帰投することができた。高校日数こそ短かったが、全海軍の機体を集めた重大作戦だけに、全員が心身ともに疲れ果てた思いだった。今でも亡き人の数に入った上官や戦友たちの面影は胸中を過ぎてやまないが、中でも海天四勇士の印象は最も鮮烈かつ精神な考えを持って私に迫ってくる。久住中尉は武田閣猛訓練で真っ黒に日焼けしていたが、物静かな美男子であった。伊藤少尉は大して大きな方ではなかったが、がっしりした体育の持ち主で薩摩隼人らしい落ち着いた風格を備えていた。久下少尉は学徒兵出身で小柄の無口な親しみやすい好青年だった。私は職業軍人でもない少尉が祖国のためとはいえ22歳の若さで死に赴くのかと思うと内心痛ましくてならなかった。帰還後二度ほどお会いする機会を得たが、いつもと変わらぬ静かな口調で、あの中途挫折の心の痛手からもすっかり立ち直っているように見受けられたばかりか、回転突撃の決意はいよいよ深く強く沈静している感じが濃かった。この怨霊な少尉も終戦間近い昭和20年6月28日マリアナ東方海面においてI-36戦から発進、米艦もろとも南の海に散下して果てた。有森上層は色浅黒く大きな目の輝く元気者だった。4人の中では最も年長で、私と同じ海兵団出身だったから上官以来気があってよく語り合ったものだ。特に印象に残るのは久住中尉が出撃前突然の歯科休暇で実家に帰られた時の話だ。久々の対面に非常に喜ばれた母上は、次の帰省までに着物を縫っておいてあげますよと申されたそうだが、軍の機密を重んじて回転決死校の事実を明かさなかった中尉は、これに応える術を知らず、ただ曖昧に言葉を濁して別れてきたが、母には何ともすまなかったとしんみりした様子で語っておられた。南海に散下された四勇士の軍労を心から讃え、また大東亜戦争中に出撃したまま海底に沈んでいった129隻の潜水艦、艦と運命を共にして水つく屍と化した1万5000人の戦友の御霊に対し、心からなる哀悼を捧げると同時に、和光土立ちをして再びこうした悲劇の人たらしめることのないよう、平和日本の確立を熱湯して筆を置かせていただきます。願わくば無名の先森として、南明の海深く安らかに眠りたく存じおり候。久住博士。